皆さんこんにちは。あなたの中に眠る夢を叶える力を引き出す占い師、カードリーダーのボタンゆりです。動画をご視聴いただきましてありがとうございます。私は生年月日を一桁ずつ足した合計数字を使って占う数秘術やタロットカード、オラクルカードを使ったリーディングを通して皆様の夢叶をサポートしております。今回の動画では、生年月日を一桁ずつ足した合計数字が9番になる、数秘9番さんに向けたリーディングを行っていきたいと思います。2023年4月の運勢ですね、鑑定をしていきます。もし動画をご視聴いただいている方の中で、まだ自分の数秘を知らないという方がいらっしゃいましたら、この動画の概要欄に数秘の算出方法を記載しておきました。また私の公式 LINE にお友達追加をしていただきますと、あなたの数秘誕生化診断というものを無料でプレゼントしておりますので、こちらご登録いただくか、もしくは概要欄ご覧いただいて、ぜひご自身の数秘を確かめてみてください。公式 LINE では毎月プレゼント抽選会も開催しておりまして、3月はちょっとプレゼント抽選会中止をしてるんですけれども、基本的には毎月プレゼント抽選会を開催してますので、もしよかったらそちらも合わせてお楽しみいただけたらと思います。そして私は数秘術をベースに作られている誕生化セラピーというものを用いておりまして、数秘をすべてお花に例えてお伝えしております。誕生化セラピーでは、数秘9番さんはこちらの椿のお花になりますので、動画の中では数秘9番さんのことを椿さんと呼ばせていただきます。そしてもしお時間のある方は、こちらの数秘9番さんに向けた動画だけではなくて、ぜひバースデーナンバーに対応する数秘の動画というのも見てみてください。バースデーナンバーについても詳しくはこの動画の概要欄に計算方法を記載しておきました。メインの数秘とバースデーナンバーの数秘の動画、両方からそれぞれヒントとなるメッセージを受け取っていただけたらと思います。そして今回リーディングに入る前に皆さんにちょっとお知らせしてるんですけれども、実は今私、数秘術と天然石パワーストーンとカラーを組み合わせた数秘パワーアップカラーブレスというものの制作、開発を進めております。開発って言ったらちょっと大げさなんですけど、はい、数秘にはそれぞれ対応するパワーストーンや色がありますので、それに合わせて作ったブレスレットで身につけることで自分自身の夢を叶える力を引き出すお守りにしていただきたいなと思って、そういう思いを込めて制作しております。数秘9番さんのブレスレットはこちらですね、アメシストという、パワーストーンを使用してまして、太陽カラーがパープル紫色になっておりますので、ちょっとパープル味のあるピンク色のビーズというのを作って、こうしたねアメシストのブレスを作成させていただきました。はい、こうしたね、ブレスレットも、販売のお知らせだったりと、発売のね、お知らせだったりとか、あと、お手入れの方法とかね、そういったものとかも今後 YouTube で配信していきたいなというふうに思っておりますので、よかったらこちらもチェックしていただけるとすごく嬉しいです。それでは、お待たせしました。ここから数秘9番椿さんに向けた2023年4月の運勢リーディングしていきます。まずはアンシェントメモリーオイルの浄化ブレンドのスプレーを使って空間を浄化します。はい。それではですね、前回までは、現状を出してから4月の運勢と見ていたんですが、今回も丸々すべて4月の運勢ということで出しております。はい、まずはこちらが4月のテーマとなることですね。3枚です。はい、なんか全体的に優しい色合いのカードが出てきました。ガーベラのフェアリーのカードにトパーズのカード。そして、こちらがコズミックワンブっていうのかな？はい、なんか宇宙の子宮みたいな、そんな意味合いの、はい、カードですね。はい、そして上旬、中旬、下旬の流れ見ていきます。すみません。ちょっと花粉症でね、鼻が詰まったり、くしゃみが出たりして、途中カメラを止めながら、生え直しをしていることがあると思うんですが、まず上旬ですね。こちら見ていきます。はい、上旬はワンドの7番とソードの7番のカードが出てきました。はい、そしてこちら中旬はこちらです。ソードじゃなくてワンドの5番とワンドのページですね。そして下旬はこちらです。ソードのクイーンと、テンオブファイヤー、ワンドの10番に該当するカードです。はい、それではですね、ちょっと見ていきたいと思うんですけれども、まず、
このテーマとなるカードから見て感じることなんですけれども、最初にね、色合いがすごく優しいですねっていうことも言ったんですが、この4月というのは椿さんにとってはそのなんか優しい気持ちとか寛大な気持ち、何かを許すような気持ちっていうのを持つことが大切だよと言っている感じがするんですよね。もともと数比9番さんというのは物事の完結の数字でもありますので、いろんな物事に寛容だったりとか、そうすごくなんか平和主義的にね、こうみんなのバランスを見ながら、まあ、俯瞰して物事を見てみんなにとっていいように物事を進めていくっていうような、その思いやりとかに溢れた方っていうのがこの数比9番さんの特徴というふうに言われているので、比較的まあ得意分野ではあるのかなと思うんですけれども、まあこのガーベラのフェアリーというのも、まあなんかたくさんいろんなね、色のお花があって、でまあいろんな価値観というかね、そう、うん、時にはこうちょっとみんなと違う方向を向いているようなね、あのガーベラとかもあるので、なかなかちょっとこうみんなで足並み揃えてとかっていうのがうまくいかない時にも、そういった人たちを許していくことが大切だし、このトパーズもなんだかあなたの胸の中に大きなこう宮殿みたいなものがあって、でここにもなんかどんな人が来てもその人たちを受け入れていくっていう広い心を持ってくださいねっていうことを言われている感じがするんですよね。この、なんか子宮というふうにねお話ししたね、これもまあなんかすごく女性性っていうのを感じるようなカードになっていますので、女性性っていうとやっぱり重要ですね。何かをこう受け入れたりとか、まああなた自身がこう受け取るとかね、そういった意味合いもあるんですけれども、何かちょっとこの4月というのはその寛大な心っていうので、寛大な心、寛容な心で、あんまりこう、そうですね、ギスギスした感じとか、何かはこれは許せないっていう風に固くなになったりとか、そういうところを気持ちは手放していきましょうねっていうことをすごく言われている感じがしますね。で、実際に上旬、中旬、下旬と運勢の流れを見ていくと、まずここの上旬はワンドの7番とソードの7番に該当するカードなんですが、やっぱりちょっとこの上旬で、あなたがこういろんな人とこう関わらなければいけなかったりとか、いろんな人とちょっとこう競争をしなきゃいけないとか、なんかそういう部分が出てきそうなんですよね。なんかこのカードもあなたに対していろいろとこうツンツンとつっついてくる人っていうのが周りに現れますよっていうことを言ってる感じがしますし、このセブンオブエアのカードに関してもなんかユニコーンさんがいろいろねこう集まっていて、みんなでこうなんか追いかけ回し合ってるみたいなね、ところとかがあるので、この時期すごく関わる人が多くなったりとか、その中でもっとなんか、9番さん、椿さんもっとこういうことしてよっていう風にいろいろ何かを求められたりとか、それか何かさっき言ったみたいに競ったりするようなこととかっていうのが出てくるのかなっていう感じがしました。ただ、そんな中でも、まあ、今回のテーマが許しということなので、なんかこう競ったりしているけれども、椿さん自身はそんなにこう誰か打ち負かしてやろうとか、自分がもうトップになってやろうとかっていう風に何かこうライバル心を持ってやるっていうよりかは、まあちょっと落ち着いてね、まあそういう風にみんな競いたくなる時期もあるよね、みたいな、何かそういうね、人とのごたごたがありそうな時、ごたごたって言うとね、すごく不安になっちゃうかもしれないんだけど、ちょっとしたそういうなんか人が集まるからこそ起きる、ライバル心だったりとか競争心みたいなものがあった時にちょっと一線を置いて冷静にそれを様子を見るみたいなところが大切なのかもですね。椿さんの方から自ら、いやもう私がこの中でトップ取ってやるよとか、なんか負けん気を出してなんか立ち向かっていくっていうよりかは、まあそういう状況の中に自然と自分の身を置いてしまうというか、自分の身の回りがそういう状況になってしまう部分はあるのかもしれないけど、ああまあ今そういう時期だよねっていう風に少しこう冷静に、そことは線を引いてその様子を自分で俯瞰して見てるみたいな状況でスタンスでいるのがいいのかなっていう感じがしました。そして中旬になると今度はこれはワンドの5番とワンドのページのカードが出てくるんですよね。
これはね、なんかメッセンジャーのカードで、あなたの思いをこう伝えていきましょうねとか、そういう意味合いがあったりするカードなんですけれども、そうですね、このワンドのね、5番も、どちらかっていうとちょっと人との争いとか、そういったものを意味するカードなんですよね。ただ、この、ね、このデッキのこのカードに関しては、ライバルというよりも、なんかね、鏡のところに映ってる自分を見て、いろんな角度から自分を見るみたいなね、意味合いもありそうなので、まあ、こっちではどちらかっていうと、人との、まあ、争いというか、人と何か比べてっていうところが出てくるのかもしれないけど、この中旬では自分自身と向き合うことっていうのをもっと大切にしていってくださいねって言ってる気がしますね。ちょっとそういう、このね、上旬はもしかしたら人との何か争いとかっていうものからなかなか抜け出したくても抜け出せない状況があるのかもしれないんですけど、もう中旬に来たら、もう、そういうね、人との何か競い合うとかそういうところから一個抜け出しても自分自身と向き合っていきましょうねと。そして自分自身で何か磨きをかけたものっていうのは、どんどん発信をしていくといいよと。なんか人目にさらしていくといいよみたいなところもあるのかなって思うので、まあ自分に磨きをかけて、それをどんどんこうお披露目していく。まあ人にね、誰かに私最近こんなこと勉強したんだよねとか、こんなことできるようになったんだよねっていう風に、お友達と会話してみるとかっていうのもいいと思いますし、SNS とかで自分の知識とかスキルとかを発信してみるっていうのもいいかもしれませんね。でもすごくここは自分と向き合って、自分のスキル、自分自身を向上させていくっていうことがすごく大切になってきそうです。そして下旬なんですけれども、下旬になるとね、すごくまず忙しくなるのかなっていう感じがしてますね。何かね、椿さんってさっき言ったみたいにすごくそのね、寛容な部分とかっていうのがもともとある得意分野として持っている数秘の方なので、なんかこう頼りにされることだったりとか、いろいろ任されることっていうのが出てくるのかなっていうふうに思います。それによって結構、忙しくなる責任ある仕事を任されたりとか、単純にすごく作業量がね、どんどん次から次へとこれもやって、あれもやってっていうふうに頼まれて、やることが多くなるとか、そういう部分もありそうですね。ただそんな時にやっぱりここのソードのクイーンさんもなんか自分のこのソードに蝶が止まっていたりとか自分のこの周りにね世話をしなければいけないお花とか観葉植物みたいなのがいっぱいあるんだけれどもどこかちょっとそれらをこう落ち着いてね見て見守っているみたいなところがありますのでなんか冷静にそういった物事に対処していくことが必要ですよっていうことをこのカードはすごく伝えてくれているなっていうふうに思いましたからこう焦ったりとか、なんとかしなきゃっていう風にパニックになったりとかね、あるのかもしれないんだけど、ちょっと深呼吸してその冷静な気持ち、自分が常に落ち着いてる状態っていうのを意識してみてくださいねっていうことをすごく言ってくれてる感じがしますね。なんかこう聞くと椿さんすごくこの4月ね忙しいのに冷静でいなきゃいけないとか。人といろいろ競ったりすることが出てきそうだけど自分はそんなにこう敵意むき出しとかじゃなくてあ、はいはいってちょっと大人な対応しなきゃいけないとかで少しなんか忍耐が必要そうって思うかもしれないんですけれどもただこうすごくねテーマであったみたいにまあなんか優しい気持ち寛大な気持ちとかっていうのはもともと椿さんの得意分野っていうところでもあるのかなっていうふうに思うのでまあ、うまくね、こう気分転換とかしながら頑張っていっていただきたいなとは思うんですけれども、基本的には、まあなんか深呼吸することとか、ちょっとなんかバタバタ忙しい時間でも、忙しい時期であっても、ちょっとこう一人で考えられる時間とか、そういうのなんか大切にしてもらうといいのかなって思いました。アドバイスも見ていきましょうね。はい、アドバイス、こちらは、ピースフルリソリューションと平和的解決、そして、クズリュウさん、壮大なゴールへの始まりというカードが出てきました。そうですね、まあ、最終的にこれもやっぱり、あなたが平和的な道をね、ちゃんと作っていけますよと。なんかギスギス人とね、なんか、
ちょっとみんなが競い合うような状況に入ってったりとか、いろいろ任されて忙しくなったりとかっていうのがあるかもしれないんだけど、ちゃんとそれを乗り越えていくことができますよっていうことをまずこのカードは伝えてくれてますね。うん、あなたがちゃんとこのね、あなたの手でこの虹の橋を架けることができますよっていうことをすごく伝えてくれています。そしてこのくず竜さんに関しても、いろんな色の竜がね、こう頭が9つある竜なんですけれども、まああっちこっちいろんな方向を向いてる竜なんですが、もうあなたが中心となってちゃんとね、取りまとめることができますよと、いろんな状況がこの4月あるかもしれないんだけど、ちゃんとそれをひとまとめにあなたはちゃんとうまく収めていくことができますよっていうことも言ってくれているんですね。で、まあ、くず竜さんってまさに数比9番さんの9の字がついておりますので、うん、やっぱり自分の得意分野とか、そもそも持っている資質として、その寛大さ、寛容さっていうのがありますので、そこの資質も意識しながら過ごしていただくと、すごくいいんじゃないかなっていうふうに思いました。はい、ということで、最後にこの、椿さんに向けたラッキーカラーを1本選んでいきたいと思います。ちょっと色の意味を確認していきますね。はい、すいません、お待たせしました。ということでね、ラッキーカラーなんですけれども、こちらのクリアにしたいと思います。ちょっとね、寛大さとかそういうね、意味のある色を探してたんですけれども、このクリアという色には広い視野という意味があるんですよね。まあ、さっきも言ったみたいに、比較的そういう広い視野を持って物事を俯瞰してみるとかね、状況を冷静に判断するとかっていうのは椿さんの得意分野ではあるんですけれども、まあ、そこがすごく大切になるよという意味で、広い視野という意味を持つこのクリアを椿さんの今月のラッキーカラーにしていただきたいと思います。このクリアというのは白でもありますので、白いものを身につけたり、クリアのものを身につけたり、クリアといったらね、こういうパワーストーンのね、水晶とかもいいと思います。まあ、そういうものを身につけたりとか、クリアカラーとかホワイトのカラーをイメージするカラーメディテーションという方法で、今回のメッセージを思い起こすのに使ってみていただけたらなというふうに思います。そして今回は全体に向けたリーディングだったんですが、もし個別にもっと詳しく鑑定してほしいという方がいらっしゃいましたら、今、占いサイトの方で個人鑑定は受け付けておりますので、概要欄の方から占いサイト見てみてください。そして、冒頭に浄化で使ったアンシェントメモリーオイルの、ブレンドスプレーやブレンドオイルの販売というのもしております。メモリーオイルは願いを叶えるサポートをしてくれる香りのお守りという風になっております。はい、恋愛運アップや仕事運アップ、また皆様の願い事に合わせた、オーダーメイドのブレンドのスプレーやブレンドオイルの製作というのもしてますので、興味のある方はこちらも概要欄のリンクからショップを覗いてみてください。それでは椿さんの1ヶ月がますます素敵なものになりますように、私もここから願っています。ご視聴いただきましてありがとうございました。